はい、どうも、ひろあきです。さきなです。今日なんですけど、皆さんにご報告したいことがあります。なんと、僕が所属している団体の JD セクさんから、特別強化選手に認定されました。ありがとうございます。で、まあ、特別強化選手になったということで、ちょっと今後の目標っていうのをお話ししていければいいかなっていうふうに思います。まあ、やっぱり僕たちは今まだこう、優勝っていうのをしてないので、今年は三笠宮杯っていう、まあ、大会があるかはわからないんですけれども、まあ、その来年とか、その次のチャンスで優勝できるように頑張りたいなっていうふうに思ってます。で、まあ、世界選手権もその目標の一つで、まあ、僕たち世界選手権でいつも、まあ、二次予選とか、まあ、後半から40位くらいだったりするんですけど、まあ、そこでね、24位以内に入りたいなっていうふうに思ってます。まあ、最終予選にまずは行きたいなっていうふうに思ってます。僕が所属してる JDSF さんがこう、すごいお世話になっているので、まあ、いろいろジュニアとかを教えたりして、そういうふうにね、恩返ししていければいいかなっていうふうに思います。僕がでも強化選手になったの、まあ、ジュニアのなんですけど、強化選手になったのって、だいたいどれくらいかな？小学校6年生だったかな、うん、多分その認定していただいたのが小学校6年生、まあ、5年生かな、もしかしたら僕がで、さっきなら3年生か2年生か、まあ、どっちかだったと思うんですけど、まあ、それくらい、まあ、小学校6年生5年生くらいから、まあ多分今まで、今21なんですけど、まあ、だから大体何歳くらい、11、12くらいから、まあ、21、まあ、10年間くらい強化選手やって、今思うとめちゃくちゃ長いですね。なかなか まあ、いないけど、まあね、少ないかもね、確かに。長いね。まあ、10年もやっぱりこう、強化選手としてもいろいろ合宿とか、強化練習会とかでお世話になって、まあいろいろ支援していただいてるんで、まあ僕たちが逆に、その次はジュニアの子たちに今まで教えてきてもらったものをこう還元させていきたいなっていうふうにも思ってます。もちろん僕たち自身もこう海外とかでね、まだ学び続けたいなっていうふうに思ってるんですけど、まあそういうこともできたらいいなっていうふうに思ってます。いや、10年ってめっちゃ長いな、でも。長いね、本当に。そう、小学校多分6年生くらいの時に、こう、ジュニアの、三笠宮の杯で、なんかその時結構やっぱ周りはすごい先輩が多くて、僕だけ塩ビじゃなかったんだよね、しかも。ベスト。ベスト。まあそこから中学1年生、2年生、3年生と優勝させてもらって、まあでそんな感じで今に至るんですけれども、まあやっぱりこう先輩のすごい教えが今もすごい生きてるなっていうふうに思ってます。三笠宮杯でこう優勝したりすると、オリンピック有望選手っていうのにも選ばれたりして、いろんな競技、なんだっけ、スノボーとかなんか卓球とか、いろんなレスリングとか、いろんな競技の人たちと、まあ、将来オリンピック有望選手みたいな感じの、ね、味の素に行ってそういう合宿みたいなのをしてっていう風なこう経験もさせていただいたりして、すごいいい経験させていただいたなと思ってます。なんだっけ、なんかその合宿に行くと靴がもらえるんだよね。ニューバランスの靴確かもらったんですけど、カバンとかももらえるんですよね。将来ね、オリンピックに行ってメダルを取れるような選手も、僕たちも取れるように頑張るし、将来育成できるように頑張りたいなっていうふうに思ってます。僕が多分世界選手権に初めて行ったのって、まあ中学校1年生、2年生、まあ、多分2年生、1年生の多分3月とかだから、もう2年生になるかなくらいの多分時だと思うんですけど、まあ、その時はやっぱりこう基本的にこうみんな中学1年生って まだなんかジュニア1、海外で言うとジュニア1とジュニア2って言って、12歳、13歳、まあ簡単に言うと、と14歳、15歳の区分で分けられてるんですけど、まあその大体世界選手権に行く選手って大体14歳、15歳だったりするんですね。で、僕たちがまだ53歳くらいの時だったんで、こうかなりもう周りも大きくて、めっちゃもう、こんなに成長するんだみたいな。まあ、僕たちもブラックプールとか、ジュニアブラックプールとかも出てたりしたんですけど、まあ、ジュブナイルにも出てたりしたんですけど、まあ、なんかそこでこう見るような選手、そこで見たことあるような選手も、ちらほらいたりしたんですけど、もう、めちゃくちゃ大きくなってるんですよね。その1年、2年で。こんな、なんかこう同じくらいだったのが、急にこう大きくなってたりして、すごいな、やっぱ海外選手っていう風になんかこうなったのを覚えてますね。一番最初に世界選手権行ったのはロシアなんですけど、一次予選終わって、二ダンスになってしまった。はいはいはい、はい、で、二ダンスになったんですけど、リダンス踊ろうって思った時にもうワルツが始まってて、自分たちの弾いてる、あーなんか出遅れたやつね、出遅れて裏でリダンスになっちゃったんで練習してたんですよ、頑張って。そしたらもうワルツ始まってる
るよって言われて、もうワルツも途中から出て踊ってあったね、そんなことね。多分それでも一応二次予選残ってたのかな、うん、なんとか途中から出たけどなんとか残れたっていう。でまあね、なんかそういうアクセントもあってね、まあそういういろんな経験させていただいて、まあその次の年くらい、僕がまあ中学3年生15歳くらいの時に、まあ最後のジュニア世界選手権で準決勝で11位、まあ日本人最高位かな確か、まあ総留光成君とかも11位だったかな確かね。まあそんな感じでね、あの日本人最高位を取ることができたんですけど、やっぱそういうこうジュニアの頃からやっぱりこう活躍できるような選手を育てていきたいなっていうふうに思います。僕がやっぱりこういろいろ育てていただいたので、それをしっかりと受け継いでいきたいなっていうふうに思います。初めてロシアに行ったのが、多分こう代表選手で2組こう出れるんですけど、まあ、菅原和樹君と行ったんですよね、三橋さくらさんと行ったんですけど、まあ、飛行機の中でなんかこうね、いろいろね、ジュース頼むときに、なんか三橋さくらちゃんのお母さんが、なんだっけ、スプライトを、なんかこう、スプライト、なんかって、言い方あれなんですけど、調子乗ってっていうか、発音よく。そう、発音よくね。発音よく、スプライトみたいな感じで。そう、え、そうでしょ、わかんないけどね、そんな感じで頼んだら、あの、トマトジュースが出てくる。あのアクシデントめちゃくちゃ僕は面白くて、え、どうやったらトマトジュース出てくるのみたいな、めっちゃずっと思ってて腹抱えて笑ったっていう思い出はありますね。まあなんか多分こう写真とかも残ってると思うんで、多分出てると思うんですけど、まあ僕もこんな小さい時がね、僕も小さい、まだ小さいっていうか、まあまだ全然大きくもないんですけど、しっかりとね成長した姿を今後も皆さんに見せていけたらいいかなっていうふうに思います。はい、今日は、まあ、僕たちが、JDCF さんから、こう、特別強化選手に認定されたっていうことの、まあ、報告と、まあ、今後の目標とか、まあ、そういうなんかこうね、あの、過去の、まあ、なんかね、失敗というか、面白い、あの、過去の、まあ、経験とかを、まあ、話したんじゃないかなっていうふうに思います。今日はこんな感じで終わります。ありがとうございました。スプライトの話は。スプライトとかね。でもあの試合会場で、うん、もうスプライトって言ったらスプライトが出てきた。うん、あ、そうか、試合スプライト、そうだね。あの好きすぎ好きすぎたのかわかんないけど、スプライトってなんかこう普通にっていうかはっきり言ったんだよ確か。言ったら、まあ、普通のスプライトが出てきたっていう。なんかロシア語もしかしてスプライトってトマトジュースに似てんのかなみたいな。なんかもしロシア語堪能な方いたらちょっと教えてもらえればいいと思います。